恋愛に役立つ夕飯の番組の第191回ですね。はい。録画したのは2022年3月9日です。私はグッドエルハゼと申します。はい。今日ご一緒してくださるのはあかりさんです。あかりです。今日の中でもいつもの通りと。はい。では、スポンサーはカツオさん、エニーさん、そして特命さんです。近況ってどうですか、あかりさん。近況。うん。ははい。近況教えてください。近況はあのこれいただきます。あ、どうぞどうぞどうぞ。じゃあこれあの1ヶ月くらい前なんですけど、はい、2月の頭に上野にある東京芸術大学の卒業制作終了展を見に行ったんですよ。で今コロナだから、はい、コロナだから、はい、あのなんか事前予約しないと入れなくて、時間その時間帯で、それでまあそれでちゃんと予約して、うん、最終日に見に最終日だったかな、まあ、見に行ったんですよ、はい、でそしたら見に行って、うん、家に帰って、はい、ツイッター見てたらあの歌手のコッコ、コッコね、COCCO、はいはい、コッコも同じ日に見に来てて、うん、その卒展を、うん、だからあの入場制限されてるから人少ないんですよ基本的に、うん、だからなんかもしかしたら同じ空気を吸ってたのかなって思って。いや、そうなんだ。それなんか尊敬してる。え、あ、そ、うん、すごいファンだった時があって、ね、言ってましたね、うん、なんかそういう人は世の中に少ないとか言ってたけど流行ってましたけどね。そういう人は世の中に少ない。いや、その当時コッコファンの人は少ないとか言ってませんでした。それ違うの。言いましたかね、はい、なんか あまりこう。でもよくよく考えるとコッコって、うん、樹海の糸だっけ。はい、あの辺からめちゃくちゃ有名になりましたよね。樹海の糸、強く儚い木、儚い者たちとか、そう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 、者たち、あのアルバムですよね。そう、あのアルバム、うんうんうん、あれみんな持ってましたよね多分。そうですね、みんな最近テレビに出るのやめるって宣言してましたね。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんですか。なんか自分の見た目に耐えられないみたいな。え、そんなこと、なんていうか、あのメディアに出るよう、なんか辛くなっちゃうみたいなこと言ってましたけど、へえ、うん、そんなコックね。はい。その東京芸大の卒展って面白いですか。面白かったです、うん、所詮学生みたいなことないんですか。そんなことないですね。力のある子はある子はって言っちゃったら、あるか人はあるし、うん、うんうん、まあこうね、芸術家ってピークってどこにあるんですかね。ピークですか、はい、人それぞれだと思いますけど。だ、数学者だと思う、ね、数学者とか物理学者だと思う、25歳ぐらいの限界、うん、あ、やっぱりそうなんですね、はい、あ、でもそうかも。なんか感性は25歳まで説とかありますよね、はい、それ以降はなんかね、そこまでに売れたものをひたすら書き続けるみたいな。あ、それありますね。だっけ、あの人、かぼちゃに丸々丸をいっぱい描いてる人、草間彌生さんもある時期にね、はい、あれ描いて今あれですもんね。あれになっちゃってますね、うん、同じことの繰り返し反復。売れちゃうとあれになっちゃいますよね、まあ、需要があるうちはなっちゃうんでしょうね、うん、なるほど、わかりました。はい、ごっこさんね、はい、僕は、うん、3月23日とかそれぐらいに、はい、ゆずかっていう YUZUKA っていう、フォロワーがかなり多い、10万人とか分かんないけど、そういう、すごい、うん、心の病んだ女性たちを救っている、はい、なんだろう、ライターさんと、なんか女子スパっていうサイトで、はい、対談みたいなのをしますね、はいはいはい、へ、3月23日とか6日だったらちょっと覚えてまあ概要欄に書いておきますけど、皆さん無料で見られるんで、はい、ぜひ見てほしいんですけれども、っていう宣伝ですね。オンラインでやるんですか。オンラインで、あ、じゃあ ズームかなんかで1時間ぐらいあのこう対談するみたいな、で質問も受け付けるっていう。あ、じゃあ、はい、ぜひあの応募してください。はい、じゃあいきますか。はい、あかりの質問。このコーナーは、あかりさんの、あの質問、はい、あかりさんが考えた質問を、うん、僕が答えていくと。はい、さすが2個開けるんですね、やっぱり。あ、だ、なんか吸いにくくないですか、1個だけ。ピコピコになりますね。なんか力が入れません、吸う力が、うん、なので大きめのようにしました。あ、なるほど。
そういうやり方もありますね、はい、ではお願いします。はい、お願いします。じゃあまず最初の質問です。はい、じゃあときめきについての質問になります。で、ときめかない方が恋愛はうまくいくと言いますが、これは本当なのでしょうか。なぜときめかない方が恋愛はうまくいくのでしょうか。これ全く分からないですか。分かる気はします。ちょっと教えてください。どう思う、何です、ときめかない方がうまくいく。はい、相手に執着しないから。なるほどね。執着者はなんでうまくいかないんだろう。重くなっちゃう、ってことは、はい、重くならなければときめいてもいいってことですね。あ、そっか、なるほど。ときめく恋愛疲れちゃいませんか。そうね、なんか ソクラテスか、プラトンか誰か忘れたけど、はい、あの辺の人が言ってたのは、はいはい、ときめかない恋愛って恋愛じゃないっていう。そっか、なるほど。ときめかない恋愛って恋愛って言えるんですかっていうのはありますよね。うーん、映画、恋愛映画見てて、はい、ときめかない映画って映画になりますかね。確かに、なんかときめかないというふうに恋愛指南書に書いてあって、はい、ときめかないことを目指していったけど最後はときめくって言って終わるっていう映画ありそうですよね。あ、そっちだったら。なるほど、まあこれで言うと、まあときめかない方が恋愛はうまくいく、これうまくいくって何でしょうね。これは、このときめかない方が恋愛はうまくいくっていう言葉は、辰川瑠璃子先生っていう女性の著者が書いた、あの本の名前から タイトルから取ってきて、でなんかその本を読んだ時があって、その内容が結構納得いったので、それはどういうふうに書いてあったんですか。ときめくっていうのはこう結局こう相手に、なんだろうな、相手の中相手がいるから自分が満たされるみたいな、相手ありきの、なるほど、あれ生き方になっちゃうから、でもそれは本当にその彼を愛してるっていうことになるのだろうかみたいな。あ、何も書いてあった。あ、違う、あ、これ今私の変な風に言っちゃいました、ごめんなさい。こう、 うまくいくっていうのは、ときめかない方が恋愛はうまくいくの、うまくいくっていうのは、うまくいっている状態がまず想定されてますよね。それって何だろう、彼が自分のことを愛してくれている状態なんですかね。はいはい、うまくいってる状態って何だろうって考えると、うん、うまくいかない状態っていうのは彼が思い通りにならないとか、何だろう、こう、まあ、苦しいとかそういうことですかね。はいはい、で、恋愛うまくいく、辰川瑠璃子先生が多分言っているのは、はい、僕は辰川瑠璃子先生と、まあ、話したりとか一緒に本を書くの手伝ったこともあるんですけれども、はいはいはい、ときめくのって、まあ、ジェットコースターのような、そうですね、こうなんか、なんでしょうね、うん、嵐のような、でそれはその相手を振り回し、自分も振り回して疲れちゃうと、うんうん、ときめきって、まあ、ある種毒のようなもので、はい、ちょっとだとこれアンナさんの ANNA さんっていう恋愛の著者、の人が言ってたことかもしれないけど、ちょっとぐらい毒は気持ちいいんだけど、まあ、毒はあまり体に良くないんで、まあ、そういうようなもんだと、ときめきはね、それがないと穏やかで平和な恋愛ができますよってことですかね。苦しみが少ない、まあ、結婚にはときめきない方がうまくいくかなと思いますけどね。あ、そっか。あ、じゃあここ結婚にしていいですか。いや、どうぞ。はい、結婚は、ときめきは、まあ、リスキーだと思うと。うん、なんでかというと、その恋愛感情はやがてなくなるわけですよ、うん、ときめきはなくなるんですよ、うん、どんな場合でも、うんうん、でやがてなくなるものに人生を託すって結構危険だなと思います、ね、危険ですね、はい、それからそのときめきって多分不安とセットですね、はい、手に入りそうで入らない距離がときめきを多分長続きさせるんですよね。うん、なのでただその相手に対してずっと手に入りそうで入らない距離っていうのは苦しみではあるので、うんうん、手に入ってないんでね、うん、それはホームじゃないなって思いませんか。アウェイとホームで言うと、
ホームにはときめかないっていうか、そのホームで安心したいのに手に入る人で入らない距離っていうのはホームを感じられないっていうのはあるだろうなと、うんうん、あとときめきってほとんどの場合幻想だろうなと思うんですよね、うん、あの恋愛相談に乗っていても婚活相談に乗っていても、うん、この彼こんな風に素敵なんですとか言ってくる人は、うん、いや大抵そんな素敵な男性なんていないんで、うん、素敵な女性もいないけど、うん、本当のことしたらみんな幻滅するっていうか、うん、普通の人間なんでみんな、うん、そうですね。で恋してる状態ときめいてる状態っていうのはなんか幻想を見てるんでしょうね、うん、そうですね。その幻想に人生託せますかっていう風に考えると、まあ、結婚はときめかない方がうまくいくかなとは思いますけどね。なるほど。だから芸能人がときめき記者会見とかしてたらやばいなと思いますよね。はい、はい、じゃあ次いきますか。はい、ありがとうございます。じゃあこれ2番の質問も今お答えもらいましたね、はいはい、一応読みましょうか。読みましょうか、はい、2番の質問は、うん、ときめかない男性と結婚しても大丈夫なのでしょうか、うん、その理由は婚活や結婚にときめきや恋愛感情は必要ないと言いますがなぜなのでしょうか。そうね、だから今言った通りで、うん、まあその入り口として恋愛があってもいいですけれども、うんうんうん、ときめきに頼って結婚するのは危険だなと思いますね。なるほど。一番当てにならないものですね。はいはいはい、はい、確かに。はい、じゃあ次、はい、いいですか、はい、じゃあ丸3番の質問ではときめかない相手を好きになるにはどうすればよいのでしょうか。好きになる必要はないですね。好ましいでいいんじゃない。好ましい、それそのレベルでいいんですね。はい、そのレベルでいい。なるほど、まあ、好ましいは良いところが見つかればいいわけですよね。あ、うん、なんかあの選択の科学っていう、はい、僕がよく出す、はい、シーナ・アイエンガーっていう人が書いてる本があるんですよ。はいはいはい、聞いたことありますか。聞いたことあります、はい、はい。でその、人が言ってたのは、あの最も良い商品を探すと、うん、あの好きっていう感情が消えていくらしいんですよね。へ、例えば、あ、なんだろうな、パソコンでも、うんうん、どのパソコンを選ぶかっていうことをするためにアマゾンやら、うん、あるいはその電気量販店に行って比べると、はいはい、まあ、あるスペックはすごくいいけどあるものは良くないってなるじゃないですか、うん、そうすると物を比較していきますよね、はいはいはい、比較すればするほど100点のものがないわけですよ、うん、はい、そうするとこれを買った時に、うん、これはあるものは別の商品に負けてるけど、うん、自分はまあ妥協してここに収まったっていう感覚になるんで、うん、良くないと、うん、だから、好きにならない行為って何かっていうと、はい、比較、その、まあ、婚活で言えばいろんな人を比較するとか、うん、あるいは結婚した後に隣の旦那さんと自分の旦那さんを比較するとか、うん、それをしてたら好きになれないだろうなと思うと、うん、じゃあ比較をやめた時に好ましいと思える、うん、もうこの人で私は決めたんだと思った時に好ましさを感じる、うん、はい、うん、なるほど、そうですね、はい、なるほど。疑問はないですか。うん、とはいえみたいな、はい、もう一回 今のお答えをもう一回聞いた上でまた考えてきます、はいはい、じゃあ、じゃあ丸4の質問です、付き合ってるうちにときめくようになる男性の特徴などはありますか。かっこ、誠実で頑張ってくれるなどでしょうか、うん、ときめきたいんですね。なんか ときめきたいというか、なんか ときめかせてくれるのも大事じゃないですか。男性が頑張って大事ですか。大事じゃないですか。なんかあかりさんは大事なんですね。大事っていうか、ときめかせろやみたいな。せろやってそんな偉そうじゃないですけど、いや、なんかこう男性もある程度の頑張りは必要なのかなって思うんですけど、うん、わがまま、いや、わがままかどうかわかんないけど、まあ、ときめかせたいってことがわかりました。あかりさんは男性にときめかせろ、ときめかしてやっと男性だみたいな、なんかこう ときめかされた経験があるので、うんうん、だからそれ味わいたいということですね。それがあったからよかったなって思うんですよ。じゃあそのときめかせてくれた相手とは付き合ったんでしたっけ。
そうです。それは良かった、ずっと。それがなんか、それはきっかけで一瞬良かったけど、実はほとんど良くなかったってことはない？いや、そんなことはない。あ、まだ言えないです。まだまだ何とも言えない。わかりました。はい、まずなときめかせたいと思うために男性が、だから付き合っていくうちにときめくってことですよね。男性がそうなってくれるようにさせるにはどうすればいいかってことですかね。その男性がその女性をときめかせる、そうそう、そうさせたいっていうか、そういう男性になるにはってことですか。そういう男性特徴、そういう男性の特徴ってあります？ときめく、まあまあいくらでもありますね、それはね。まあ、例えば女性と体の関係を持ちたくて仕方がない男性ってときめかせる訓練をしてますよね。あ、そういうこと。ときめかしたもん勝ちですもんね。そうですね。だから、なんだろう、こう歯の浮くようなセリフを言ったりとか、はい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 、幻想的ななんかデートをしようとしたりしますね。うん、はい、だから女好きはときめかせるのが得意でしょうね。うん、はい、まあそう訓練してるだろうな。だから演出もだんだん凝ってきますよね。うん、なんかこうチャラく見えませんけどとか言って、チャラく見えないのもときめかせますもんね、女性をね。うん、うん、この真面目で誠実そうだと、でもイケメンで仕事もできてお金も持っているみたいな。うん、はい、そうしようとしますね、訓練されている男性は。うんうんうん、まあ普通の男性をときめかせたいなら、まずその女性が魅力的であることが重要ですよね。うん、はいはいはい、女性が魅力的じゃないと男性は魅力的になろうと思わないですね。頑張らない。女性もそうですよね。そうです。いまいちは男性のところでは沈んだ顔になりますもんね。うん、なんかそのすごく魅力的な男性で、はい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 、あかりさんがなんか、あ、この人いけるかも、いけるかも、向こうもちょっとこう、あ、私に好意があるかもと思ったらちょっと頑張っちゃったりしませんか。確かに頑張るかもしれない、ね、だからそれ逆もそうですね。うーん、だから性の対象外の女性には、うん、魅力的にはならないっていう、うん、だからある一定の年齢に女性が達して、うんうんうん、さらにその魅力も何らかの形で衰えてくると、うん、はい、世の中の男性は魅力的な男性が減ってったっていうかもね。確かに、はい、それからなんだろうな、自分を見下している女性とか、自分を冷静に見積もっているなって感じたら魅力、興味を失って頑張ったりしなくなるでしょうね、男性はね。へ、さっき の, そのかっこいい魅力的な男性でさえ、はいはいはい、こいつ上なんか見下してるなとか、こいつなんか面倒くさいっていう変な意味、なんか良くない意味で高嶺の花みたいな女性って、嫌ですね、嫌ですね、ちょっと仕事があるんでみたいな、うん、断って帰ってったりとか、うん、はい、へ、まあそうね、だからときめくようになる、付き合っているうちにってことは、うん、最初はそうじゃなかったけどってことですね。そうそう、なんか最初はそうじゃなかったけど徐々に、うん、ときめくようになる男性ってことですね。うんうん、そうそうそう。これはだから女性が、そうね、それは何、付き合ってるうちにっていうことは、最初のうちは、うん、全然魅力を感じてなかったってことですね。そうそう、あの、付き合ってるうちにっていうか、こう何回か会ってるうちに、会ってるうちにだんだんこの人いいなみたいなこと。そう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 。で、それ関わってる、さっき女性が魅力的であればまずそうなるでしょうし、男性ってあの自信がないかって言ったりしますね。女性もないけど、うんうん、なんかこれ僕のこと好きになってくれるかもっていうと、ちょっと自信を持って接していくうちに魅力的になってきたりします、ね、あ、結局女性の接し方次第ってこと。それは、あ、なるほどな、うん、なるほど、なんか頑張れば僕の努力で幸せになるんだと思ったら魅力的になるかもね。うん、うん、あと、まあ、女性が、うん、私がこうすると喜びますっていうのを教えてあげると、うーん、そうするようになり、うんうん、そうするようになったらそれに魅力を感じるようになるって、うーん、なんかこう的外れの喜ばしさえ方をするしたりするんですよ。わかる。その時に、こうすると嬉しいよっていうのを態度やなんかで教えるんですよ。うーん、例えば自分が喜ぶことをした時にめちゃくちゃ喜ぶみたいな、うん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 、そうすると、あ、これかって言ってそれをこう繰り返しやるようになるので、そうすると女性から見たら魅力的に感じるようになる。あ、うん、なるほど、可愛らしいですね。
うん、お互いね、お互いに、はい、よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、じゃあ次は、はい、円についての質問。円ね、円、うんうん、で、博士の著書、男が本当に考えていることを知る方法で、文庫本の254ページからに書いてあった円についてのお話の中で、うん、4つの諦めの中の手に入れたもので満足するものはないの項目の中に、うん、相手に期待しないことが大事とありました。で、そこについての質問。なんでこれをまた読んだんですか、最近。読んだ。何か辛いことでもあったんですか。うん、あの、博士とみこり先生が最近やってる婚活ライブみたいなので、うん、はいはい、なんか水曜日のお昼12時15分から。そう、で、それで多分何回、何回目かで縁についてじっくり語ってる時があって、博士が、あったんですよ、縁、はい、の話があって、で、それがすごい面白くて、うん、で、そういえばなんか縁について博士語ってたなって思って、うん、やっぱ一番最初の本、うん、今言った男が本当に考えてることを知る方法っていう本の縁の部分、縁について博士が書いてるところを読んで、はい、だ、やっぱりすごく面白くて、うん、ちょっと聞いてみたいなと思った。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ丸一の質問です、うん、こう、相手に期待しないの具体的なテクニックや思考法、相手選びの方法を詳しくお聞きしたいです。うん、相手に期待しないっていうのは、うん、メタ認知って聞いたことありますか。聞いたことあります。メタ認知って何でしたっけ。なんか、あ、私今熱いって感じてるなみたいな。そうね、うん、自分が認知してることをさらに上から認知するみたいな。ああ、こう俯瞰で自分を見る。そうね、期待してる自分を認知するっていう。あ、期待してる自分を認知する。そう、あ、なるほど。そうすると期待しないことができると。あと、期待した時に期待した結果を切るマイナスの面ってありますね。起きますね、うん、あります、あります。いや、なんか、あ、見返り求めちゃったから、 見返りをちょっと求めてやっちゃったことが、それがもうバレバレで、逆にこいつあざといなって思われて、うん、うん、それもあるし、恥ずかしいみたいな。あと、期待して、例えばなんか部下とかに期待してそれができなかった時に腹が立つとか、あ、うん、それもマイナスの面ですよね。そうですね、うん、まあ、そういうふうに、期待した後に起きるマイナス面にも目を向ける必要がありますね、はいはいはい、期待しないためには、うんうんうん、それから、あの、期待した後、期待通りにいかない時に相手も苦しめますよね。自分も苦しむし、相手も苦しめる、うん、怒ったりしますもんね、なんでこんなこともできないのっていう、うん、そっか、それは期待があったからなんですね。そうそう、期待があったから起きるマイナスの面ですよね。ああ、そっか。で、期待っていうのは、だから相手を思い通りにしたいと思った時に生じるエゴですね。はい、で、期待通りに動かないということは、もう一つ、はい、相手を知らないからだったりしますね。うーん、あの、例えば猫を期待通りに動かしたいと思ったら、はいはい、猫の性質を知ってた方がいいですね、はいはいはい、猫の性質を知らないと期待通りに動かない。猫の性質を知っていれば、正しい期待の仕方もあるし、期待通りに動かす方法も分かる。ってことは、期待通り、期待、まあ、期待、ちゃんと相手を知っていれば、期待しないって状態になるんだろうな。知ってるんで、こうなるだろう。これをしたらこうなるだろう。これは期待しても土台無理でしょう、みたいな。はいはいはい。っていうのは、相手をよく知っていれば分かってきますね。なるほど。これは彼に求めても無理難題ですね、みたいな。うん、私がこれをしたところで彼はそういう感情にはならないですねっていうのは、はい、相手を知ってれば起きないかなっていう。うーん、質問ありますか。あ、はい、わかりました、はい、うん、なるほど、わかりやすかったです、うん、はい、じゃあ次の質問、はい、はい、じゃあ丸2番、博士は誰にも何にも期待していないのでしょうか。まあ、期待はします。する、期待するので、さっき言ったことをやってますね。あ、期待した時に今言ったことをやると、はい、なんか収まるところに収まる。あ、その結果、まあ、最初期待しますよね、はいはい、で、最終的にいろいろやってった結果、はい、まあ、
マイナスの面が分かれば期待することも収まってくるし、まあ、これやっても、まあ、相手のこと知らなかったら期待しやすいですよね。相手が分かってたらこれはこの人には無理なんだって分かるわけですよね。なるほど。そういうようなプロセスを踏んでいきますね。期待はするけどそういうふうに考えて落とし込んでるみたいな。そうね。この人は例えばどっかに、まあ、ミーティングをするときに、必ず5分遅刻してくるみたいな人がいたとしたら、最初は時間通りに来ることを期待してるけど、もうこの人は無理なんだなと。そうすると期待はなくなりますね。なるほどな。子供、お子さんとかでも、例えばそう、そう、子供もそうですね。やっぱこう個性があるじゃないですか。ありますね。だからこの子はこうだから、できないんだなみたいな。まああるいはこうすれば変わるかもなっていうのもありますね。はあ。なんか博士だからこうすれば変わるだろうなっていうアイディアが浮かぶかもしれないけど、あんまこう博士ほど知識がとかがない人間はこうすれば変わるだろうなっていうのが浮かばなかったりするじゃないですか。そういう時はやっぱ相談。まあちょっと高くなりますけどね。あ、そうか。相談じゃない。まあ相談するとしたらそうですし、まあでも人間の性質って大体決まってるからね。博士今人間って言ったじゃないですか。あの世界の性質も決まってます。この世界の性質？そう。決まってますね。決まってる。あ、はい、そうか。そうか、じゃあだからじゃあだから博士はあんまり世界にも期待してないってこと。世界って何ですか？だから、なんかなんか本があったんだよな。人は世界のことを、世界はのことを考えられないみたいな本があったな。哲学の本。何それ？世界は存在しないだったかな。なぜ世界は存在しないのかっていう本がありますね。マルクス・ガブリエルっていう、あのなんだっけ、なんとかハラリと同じぐらい有名な哲学者がいて、世界は存在しない、はい、マルクス・ガブリエル、これ、そう、この人もすごい賢い人ですねみたいなので有名な人ですね。そうなんだ。読みました。読みましたね。どうだったですか？そういう意味では世界は存在しないので、どういう世界を言ってるのかなと思いました。ちょっと私はこれ読んでないので。ないけれども、世界って言ってるってことは、何かその世界の定義はありますね。これが世界だと思ってるみたいな。あー、そっか。今そのあかりさんが言った世界って何ですか？今私たちが見てるこの神羅万象、全てが整ってる。整ってるっていうか、全てが、全てですか？全てっていうか、世界って言った時に、人はなぜ世界は存在しないのかを簡単に言うと、世界って言った時に、人は世界の一部を切り取ってるだけだと。だから今あかりさんが言った世界っていうのは存在してないんです。あの、例えば惑星、土星とか木星とか金星とかも、もう世界じゃん。はいはいはい。惑星とか土星とか木星とのことを考えてる時は、ウクライナとロシアのことを考えてないっていう。そうですね。そう、だから我々は世界っていうのを言った時には、あの世界全体を指していなくて、なんかそのあかりさんが今想像した世界っていうのを切り取って言ってるんですよ。あ、それは何ですかっていう。あ、それが神羅万象ですか。あの神羅万象、全ての世界だとすると、まずその我々人間はそこからいろいろ抽出してますね。はいはいはい。で、世界には法則があるのかっていうと、法則がある部分もあればない部分もあると。ある部分を抽出して世界と言ってたりしますね。で、世界には何がありますかって聞きましたっけ。今なんか僕に質問しましたよね。世界は、世界にも期待してない。ああ、その世界って何だろうと思うよね。世界に期待するってどういう意味？だから、すいません、それ言っちゃうとなんかこう全部他人とかになっちゃう。他人なの？他人とか、まあでも全部です。全部、自分以外の。例えば空気が明日もあるのかも世界に対する期待ですか？だとしたら期待してるかも。
明日もあってほしい。そうですね、うん、あるであろう、あるであろう、なるほど。太陽は東から昇るであろう。うん、世界に対して期待してます。そういう意味か。期待してない世界もありますよね。と例えばどうなんですか。なんだろうな、まあ永久に生き続けることはないだろうとか。うん、あ、そっか。そこには期待してないんです。うん、あんまりね。うん、あ、てかもう無理だろうなっては悟ってかってるからね。からね、うん、そっか、全部見えちゃってるんですね。全部じゃないですけどね。見えてないものあります。ありますよね、博士にも、はい、例えばあの宇宙でいうと、はい、ダークマターとかダークエネルギーって聞いたことあります？いや、知らない、初めて聞いた。なんか、まあ、物理学者の人たちが、うんうんまあ、物理法則をいろいろ知っていくわけじゃないですか、はいはい、宇宙よりどんどん大きくなっていくと、うん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 、で、まあ、人間ってものを知るときって、はい、結局視覚なんですよ。 目、目で見てるものしか人は、うんうん、あのまあ、科学の世界では知り得ないんですよ。はい、いや、目に見えないものって DNA とかも目に見えないんですけど、うん、可視化するんですよね。はい、DNA の二重らせんの中に、うん、あの光る化学物質みたいに入れると、はいはい、こうなんか、実験した後で DNA を見ることができるんですよね。へー。だから PCR 検査とかやるじゃないですか。やるやるやる。あの PCR とかもバンドっていって、その DNA を、はい、の位置を見るために、寒天の中に DNA をこう流して、電気でこう電気でこう少しずつ流すんですよ、はい、マイナスプラスにして、はい、そう流すとある DNA の大きさはここで止まり、ある DNA もっと大きいものは大きいから流れにくくて、こうもっと流れないところにこうバンドができるんですよね。分かりますか、はい、その小さい DNA はあの小さいには流れやすいと、はい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 、大きい DNA は重たいから流れにくいみたいな、うん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 、でその、目的の DNA はここにバンドができるみたいな、分かるわけですよ。バンドっていうのはそのDNA が集まってる場所。 PCR って分かります？ PCR って DNA を増やすなんていうか技術なんですよね。へ、はい、で、DNA を増やすことができ、増やして同じ大きさの DNA がもうなんか1万個とか増えた後でそれを流すんですけど、はい、あ、はい、それは目に見えないんで、はい、可視化するんですよね、はいはいはい、可視化するから見えるわけですよね、はいはいはい、うん、で見えたら科学で使えるんですよ。うん、見えないと科学で使えないんですよね、はい、どんなものでも科学で扱っているものは全て、はい、何回やっても同じことが起きるってことと、もう一つは目で見えるっていう、この2つがないと科学で扱えないわけですよ、はいはいはい、で宇宙にはダークマター、ダークって暗いっていう意味じゃないですか、はいはいはい、暗くて見えに見えないものが7割ぐらい占めてるっていうか。7割もあるんですね、はい、7割忘れてましたけど、ダークマターとダークエネルギーっていうのがあるんですよ、はいはいはい、エネルギーっていうのも可視化不可能なエネルギーがあって、はいはい、それが合わせて 95% ぐらい占めてて、はい、我が見えてると 5% ぐらいらしいってことは最近分かってきたんですよ。へ、で最近出た本で、まあ、5、6年前かな、あの宇宙、我々が宇宙で分からないことみたいな。へ、大抵これまでの本って分かってることを 本にしたじゃん、はい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 、あれが宇宙で知らないことみたいな本があるんですよ、はい、なんだろうな、宇宙で知らないこと、そういう本があるんですけど、我々は宇宙を 5% も知らない、そんなあのもっとね、なんかセンスのあるタイトルだった。あ、僕たちは宇宙のことを全然わからないって言ったのがあって、はいはいはい、これすごい面白かったんですけど、2018年かな、We have no idea なんだっけ、Guide to the universe Unknown universe、 分かってない宇宙のガイド、うーん、まあ、これがすごい面白くて、いや、ほとんど分かってないんだなっていう、うーん、という意味ではもちろん僕も知りませんっていう、なるほど、あの世界のことは、そうですね、はい、一番知ってる専門家が知らないって言ってるんで、宇宙のことをね、なるほど、ありがとうございます、はい、PCR の、D、で、はい、の話に巻き戻して、はい、それで DNA を見えるようにするって、それはどうやるんですか。やっぱなんか物質を入れるんですか。そう、蛍光する、蛍光、やっぱ光るのを入れる。そう、昔はなんとかな、エチジンブロマイドっていう、
なんだかな、まあ、ちょっと発がん性物質のある発がん性物質があって、はい、DNA ってこう二重らせんじゃん、はいはいはい、で二重らせんのこのらせんの間に引っかかる物質があるんですよ。へえ、こういうのかな、こういうの、そうそう、二重らせんのその図です、うん、そのこの網目の中に、はいはい、あのなんていうはしごの中にこう挟まる物質があって、へえ、それがまあ、ある光を当てると光るんです。それで可視化してる。で今は多分もうちょっと安全な物質があると思うんですけど、まあ、とにかく DNA のこの隙間に入って光らせる物質がある。はいはいはい、わかりました、ありがとうございます。はい、なんか私なんかすごい、はい、じゃあ次の質問は、はい、はい、じゃあ因果律についての質問になります、はい、で丸1番、自分の持つ因果律の中身を正確に知る方法はありますか。うんうん、この因果律って何ですか。因果律っていうのは、うん、前回あの私が出た回 の、 あのチート幸福論のお話の中で、うん、あの博士が話してくれた、お話ししてくれた、うん、中に出てきた、その人の運命を決めている大きな要因の一つを博士は因果律って呼んでて、うん、で因果律っていうのは、うん、一切のものは何らかの原因から生じた結果であり、うん、原因がなくては何者も生じないという法則である、うん、です。以上以上じゃないですか。それ多分物理学の因果法則だから。そっか、こうなんかもうその人のその人を形成して、その人たちのその人の運命を運命の大部分を形成して決めてるのが因果律ですよね、うん、見た目の美しさとか、うん、お金とか両親の影響とか、うん、性格とか、うん、兄弟構成とか知性とか、うん、そういう、なるほど、そういうの。因果律はもともと物理学の法則で、はい、原因があって結果があるっていうのが因果律で、結果が絶対先に来ないっていう、はい、なるほど。でそこからヒントを得て、はいはい、原因があって結果があるの真ん中にあるものを因果律って僕は呼んだと。例えばボールを投げて、はい、ガラスが割れると、はい、でそのガラスってガラスがスポンジだったら割れませんね。はいはいはい、でその因果律って僕が呼んでるのはそのスポンジ、あなたがスポンジなのかガラスなのかっていうことですね。うーん、ボールを投げた瞬間割れたのはあなたがガラスだからであって、あなたがスポンジだったら割れませんと。うんうんうん、うん、ってことは因果律を決めてるものっていうのはあなたがどういう性質なのかってことになりますねと。うーん、で因果律っていうのはだからそのなんだろうな、例えば大震災で東北大震災があさってぐらいにあったわけですね。11年前だっけ、はいはい、ね、3月11日、あれにあった人がいて、それはその時に東北の海岸沿いに住んでいた人っていうのは、まあ、ひどい被害があったわけですよね、はいはいはい、あの東北のあそこに住んでいたってことも因果律ですね、僕の中では。うん、だから それが起こった原因っていうか、はいはい、それが起きたのは、はい、波があって洪水が起きたけどあなたがそこにいたことも関係してるし、はい、警報が鳴ってから僕最近あの YouTube でも3月11日にいろんな人がその、洪水の様子をビデオに撮ってるんですけど、はいはい、その会話がいろいろ入ってくるんですよね。面白いというか興味深いんですよ、はい、その時に全然逃げない人もいるんですよ。へ、なんか安心しきってて、だってこれまで全然起こってなかったし、はい、津波が起きたって言ってもたかが知れてるわけですよ、はい、で逃げない人もいれば、あるいは、おじいさんおばあさんのことを思い出し、うん、車でわざわざその、津波のある方に向かっていく人もいるんですよ。うん、おじいさんおばあさんをピックアップするために、うんうんうん、そういうふうな行動も因果律ですね。うん、はい、そうですね。だからあなたがもし、地震で被害に遭って、まあ、死んだだとあれだから、まあ、ひどい、溺れたりとか大変なことになったとしたら、その因果率は何ですかって聞いた時には、まあ、東北地方に住んでいたことや、うん、逃げ出さなかったことや、うん、あとは何だろうな、まあ、その時おじいさんおばあさんが
がいたとか、そういうのも全部因果律ですと、うんはい、でその因果律を正確に知る方法はありますかってことじゃないですか。はい、これは、まあ、3つあるかなと思ってて、3つ、はい、うん、知る方法は、お願いします。1つは他人との比較ですね、うん、他人と比較してなぜ私がこういうことばかり起きるのかとか、うん、ですかね。うん、2つ目は、はい、いつも同じことが起きるとすると、それが因果律、うん、まあ、だからその因果律の中でも、あのたまたまっていうのは、まあ、因果律としては弱いと僕は思っていて、うん、例えばその時旅行に行った3月11日にたまたま旅行に行ったから被害に遭った人もいれば、ずっと住んでるから被害に遭う人もいるじゃないですか。ずっとそこに住んでる人の方が会いやすいですよね。うんうんうん、はいはい、でも そのたまたま、その日に旅行に行って会ったとしても、旅行でいろんなことをところに行くのが好きだとしたら多分会いやすくなるだろうなっていう、海が好きっていうのは因果律なのかもね。どうですか、そういう人で、そういうのが因果律なんだけど、よく同じことが起こるとすれば、うん、そこにはそのなんかいつも自分と一緒にいるその何か起きやすいものがあるんでしょうね。うん、分かります、はい、例えば何ですか。え、何だろう、あかりさんの因果律って何ですか。因果律、え、このいつも同じことが起きるっていうのって、うん、と他人との比較、いつも同じことが起きるっていうので、こういつも同じこと言われるっていうのもありますか。まあそうですね、ありますね。それはヒントになってますね。よく身内に言われること、友達に言われることとか。そうですね、なんか言いたくないですね。言っても大丈夫ですか。え、なんか真面目だねって言われます。ああ真面目だね、うん、もう呆れた顔で言われる。真面目だね。そう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 。何が真面目なんですか。呆れた顔で言われるってことは、ハメを外せないみたいなこと。今日朝まで飲もうよ、いや11時に眠りますみたいな。あ、多分そんな感じ、うん、あとそこまでやるみたいな感じで。真面目で、真面目っていうか、いやもう法定速度守って必ず運転するみたいな。いや、別になんか適当にやっちゃえ、流しちゃえばいい仕事なのに、いや資料をきちんと揃えて用意してやらないとダメじゃんとか言って、うん、こうまごまごやってたら、あ、真面目ですねって言われる。なるほど。そのためになんか締め切りに遅れるとか。あ、それあるかも。あの他のことを犠牲にしちゃうとかはあるかもしれない。あ、だからか。それは因果律かもね。うん、なんかこうバランスが上手に取れない。あ、そうですそうです。偏っちゃう。うん、それがだから、それで、あかりさんが日々、まあ、あるいは時々苦しんでるんだったら、うん、その因果律を変えれば変わるかもね、人生が。そっか。うん、でも適当にやるって嫌じゃないですか。やりたいことやりたいんですよ、その、うん、やるからにはきちんとやりたいから、その因果律を受け入れてるのも因果律でしょうね。ああそっか。なんか世の中って完璧なものはなく、うん、まあなんだろう、まあ、本とかでも完璧な本を出したいと思ったら出せなくて、ああわかる、うん、なんかある時急にその出版社の人が飛び出してきて、もうこれでいいですから出してくださいみたいな。まあ、それがあるから出せるっていうね、うん、なるほど。締め切りが決めるみたいな。締め切りが決めるみたいなありますね、はいはい。でか、まあ、婚活で言えば完璧な人としか結婚できないっていうことになると、まあ、できなくなっちゃいますよね。いつまでもできないです、ね、その因果率は真面目で、なんていうか、本当に心からいいと思った人としか結婚できないって言ったとしたら、うん、あなたのその因果率が邪魔してますって言いますね。あ、確かに。うん、でそれは2つ目で、はい、1つ目が他人との比較で、2つ目がいつも起こる出来事が因果律のヒントになってますと、はい、で3つ目がなりたい自分とか向かうべきゴールが因果律を教えてくれる。うーん、さっき言った婚活っていう、まあ、結婚するってことが、うん、において、うん、あなたの何がそれを邪魔しているのか、うんうん、ということがヒントになりますよと、うん、自分がどうありたいのかどうなりたいのかに対してなれないんですとしたら、それはあなたの因果律、どっかの因果律が操作しているのかもねと。うーん、でそうできる人と一番にあるそうできる人と比較すると見えてくるかもね。あー、うん、なるほど。
とうございます。これそう、ね、なりたい自分向かうべきゴールがインガルト周辺、うん、これを書き出せば見えてくる。そうね、だからあのインガリスの中には、まあ、自分っていうのが入ってるじゃん。自分の持つインガリスってことなんで、はいはいはい、そもそも本当は自分は存在しないわけですよ、うんうんうん、自分っていうのは何かっていうと、一つはあの過去から今まで一貫して一つの体を使っている、このなんていうかな、時間における一貫したなんか真ん中にあるものが自分なんですよ、うん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 、ってことはさっき言ったそのなりたい自分っていうのがあったら、そこにインガリスが急に浮き彫りになるわけですよ。で自分はもう一つあって、他人との関係の中の自分っていうのがあるんですよね、はいはいはい、人間の場合は。でそうなると他人との比較で出てくる浮き彫りになるんだろうなっていう因果率が。なるほど、分かりました。じゃあなんかいつも同じことが起きる、どういうことが起きてるかとか、うん、いつも親しい人にどういうこと言われるかっていうのをバーって書き出して、うん、でなりたい自分向かうべきゴールもバーって書き出して、うん、それ見ながら他人と比較すれば、おのずと因果律って見えてきますか。そうですね、うん、ただその同じことって、人は同じことだと思ってないことが同じことだったりしますよね。へえ。例えば、あー、なんだろうな、いつもモラハラされる女性と、はい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 、買い物が、上手にできずにたくさん買いすぎちゃうっていうことが同じことだったりしますね。はいはい、あ、人によって例えばそれは、その男性が、はい、何してんのそれ、そのもたもたしすぎだろうみたいな、うんうんうん、ちゃんと整理整頓しろよとかいろんなことを思っててバラハラするのと、うん、買い物がうまくいかないって同じことが原因じゃん、うん、でもその同じことをが起きてるとその人は思ってないかもしれないですね、うん、私がモラハラされてることと、うん、私が買い物ベタってことが、まあ、違うことじゃん一見、うん、でも実際それは同じことなんですよっていうふうに気づくと、うん、その奥にある因果律が見えるんですよ、うん、へえ。その今のその女性で言うと、決めることが遅くてもたもたしてるしちゃうってこと。そうそう、それが因果律、うん、だから同じことと思わないからね。やっぱり、あ、これはやっぱり、あ、じゃあこう書き出したものをこう博士みたいなこう分析が得意な人に見てもらって、え、あなたはこうですよってお医者さんみたいに言ってもらうのが一番正確ですか。まあそれもありますし、うん、あとはその人以外全員知ってるってこともありますね。そう、分かる。それもともと知ってるからだろうっていう、みんな知ってるからね、その人以外。まあ、場合によっては見えてたり場合によっては見えてないかもしれないけど、なんか言ってくれないですからね、周りは。言ってくれない、なかなか言ったら不機嫌になるしね、怒るからと。そうそう、分かりました、ありがとうございます、はいはい、あ、じゃあ次、あ、じゃあチート幸福論の続きをお願いして。これはね、全く考えてないですね。え、考えてないの。いや、あの、まあ一つ思ったのは、はい、幸福の一つの 大切なテーマとして、はい、死ぬことがあると思っているんですけど、はい、死ぬことってあんまり興味ないですよね。へー、死ぬこととか考えたことありますよ。あります、あります。いつか死ぬですけど、あります。子供の時ずっと考えてました。今もたまに考えるけど。なんか結論とか何かありますか。結論、あ、まあ、もう本当に なくなっちゃうんだろうなっていう。それって受け入れられますか。うん、まあ、もう、でもいざその時にならないと受け入れられないですね。ってことは考えてないってことですね。うん、何が言いたいかっていうと、うん、まあ、幸福論っていう、まあ、本を考えた時に、はい、自分に関係ないところって興味がないんで、あんまりこう、なんていうかな、聞きたくないっていうか、聞いたところで不運なんですよ。あ、だから死ってずっと考えてる人と、はいはい、まあまあ全然考えてない人がいるわけですよ、はいはいはい、であんまり考えてない、まあ、いつか死んで、亡くなっちゃうんだろうな、でも考えてもしょうがないから先送りっていう人は、に死の話をしても全然わかんないっていうか、ただ一個、まあ、全体的な幸福を考える上で死って結構重要だっていうか、全員に訪れるんで、そうですね、
等しく平等に、うん、なのでこれ違うなと思ってまた違うテーマ考えなきゃなと思いました。はい、今日はない。死について考えたんじゃない。死についてはものすごく考えたけど、うん、それをちょっと聞きたい。それは次回かな。だって死でしょ。うん、死、うん、だでも、もう亡くなっちゃうからな。で自殺ってあるじゃん。はい、はい、自殺するのってありですか。場合による。場合によってはあり。ありじゃないですか。自殺ってみんな多くの人は、うん、絶対しちゃダメだよって言いますね、うん、それはなんでなんだろう。はい、なんでなんでしょうね。あれなんでしょうね。別になんかその人の命なんだから。そう、自由に選ばせてない。自由じゃないですか、はい、って思うんですけど、ね、宗教的にもダメだって言ったりするし、まあ、キリスト教だったら死んだらお天国には行けないですし、あ、そうですね、カソリックだったらなんか埋葬もしないんじゃない、埋葬しないっていうかそういうそのセレモニーもしないんじゃないか。はー、うん、博士はどう思いますか、自殺について。自殺については、うん、思うところあるんですけれども、はい、まずその死にたいっていう感情は何だろうかっていう、ね、あっていう話は長くなるんでまた次の、うん、はい、死にたいっていう感情ってあれじゃないですか。なんかいのかな。こう、どうぞ。今考えてる思考をとにかく止めたいじゃないですか。いや、何かから逃げたいんだと思いますね。ああ、そう、それもある、はい、うん、痛みとかね、その辛い何かから、うん、でも逃げる道はなくて、うん、ないっていうか一番簡単に逃げる方法は死ぬことですね。そうですね、場合だと、うん、そうですね、はい、うん、うん、でもまあじゃあ逃げられればいいんですよね。それが逃れられない場合はと本人が思ってる場合ってことですよね。いや、だってもう末期の癌でもう痛くてしょうがない時とかさ、はい、そうですよね。でもただでもなんか頭がぼーっとするのは嫌だからモルヒネは使いたくないとかそういうの。まあ自殺する人の一部はそれですかね、うん、まあ、でも末期の癌だとしたら自殺しなくてもモルヒネとかぼーっとしてるうちになくなっちゃうってありますね、うん、ただそのモルヒネは嫌だって、うん、その末期のがん以外でも結構多くの人は自殺してますよね。してますね、うん、彼らは逃げ道ありそうですかね。抗うつ剤飲むとかかな。いや、例えば家族を捨てるとか。いや、家族、いや別に家族じゃなくて単にこう打つみたいな。打つみたいな感じですね。だから抗うつ剤の。なんだっけ、双極性障害の方って自殺しやすいって言いますよね。ああ、うん、そうなんですか。って言いますね。うん、打つの方よりも双極性障害が、うん、の方がの方が自殺しやすいって聞きますけどね。うん、まあ、その方がいいんですよ。はい。はい。ちょっと。そうですね。だから死っていくテーマだなと思うんだけれども、うん、その大抵の本には そこ書いてないんだよなと思うんですよね。うん、じゃあ次ぜひ聞かせてください。はい、はい、じゃあ次の質問です。はい、はい、これから結婚を考えている男性から、どのような女性を選べば間違いないのでしょうかと聞かれたら、博士はどのようなアドバイスをしますか。こういうふうに聞いてくる男性がいたとしたら、はい、普段僕は女性の相談に乗っているものの、うんうん、それらの女性のことは全て捨てて、はい、その男性に一番いいと思うことを答えるっていうのがまず一つあると。はいはいはい、はい、じゃあなんでその男性に聞きたいのか、そのなんであなたは結婚したいんですかって聞きますね。うん、それによって変わるでしょう。うん、で、そうね、なんで結婚したいんでしょうね、その男性は。いや、なんか子供が欲しいからって言ったら、なるべく若い女性を。そうなりますよね、はい、うん、健康な若い女性ってなりますね。確かに。ああ、そうじゃなくて生涯の伴侶がやはり欲しいですっていう。そしたら居心地のいい女性になるでしょうね。寛容さのある、うん、世間体を気にしててとか。世間体を気にしてたらもう一番分かりやすくて、はい、世間がいいと思う女性ってことですよね。あ、世間がいいと思う女性は、まあ、若くて、うん、なんていうか家族の家族思いっていうかね、うん、で子供を産むんでしょうね、うん、だから
世間がいいと思う、まあ、典型的な世間ってあるじゃないですか、うん、あるあるある、もう簡単ですよ、そしたら、うん、世間が喜ぶような女性選べっていうことになりますよ、コンサバな感じ、コンサバな感じですね、うん、で それが親だとしたら親の面倒を見てくれるような、うん、彼の親のね、うん、なるほど、うん、なんかきっとこう答えるだろうなって当たってました思ってましたなんかこうなんか電車の中でこの文章を読みな、この質問を読み返して、うん、まあ、博士はその男性の男性によるって言うだろうなって、うん、なんでこんな質問考えたんですか。いや、あのなんだっけ、なんか博士がなんかこう女性向けの本で、うん、本の中で、うん、これから結婚を考えてるあなたへみたいな本の中で、うん、こういう男性を選べば間違いないですよみたいな、うん、そういうので何項目か多分上げてた気がして、はい、これの男性版を知りたいなって思ったんですよ、ね、そういうことですね。大抵の男性は、多くの男性は結婚について女性よりも考えていなくて、はいはい、まあ、なんとなく世間体で、はい、なんとなくみんなが結婚してるから結婚したがるんですよ、うん、そうなるとまあ社会が喜ぶ女性像になりがちですよね、うん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 、おすすめなのは、プラス、まあ、本人が地獄を味わわないように、うんうん、まあ、居心地のいい、うんうん、なんだろうな、寛容な、はいはいはい、あの利己的じゃない、はい、女性選べって言うでしょう、うん、一緒ですね、一緒ですね、うん、パートナーですからね、はい、はい、ありがとうございます。はい、でこれで私からの質問は以上になります。はい、じゃあ今週のニュースを恋愛できる、このニュ今週のニュースをグッドリハゼが恋愛できるコーナーです。政府ロシアへの特使に否定的、政府ロシアへの特使に否定的、野党は安倍氏の派遣を求める、3月8日の、これなんだろうな、どこのニュース、間違って調べよう、はい、これちょっと待って、今 Google で検索するけれども、検索しながら、今サーバーに接続できません、あれ、え、大丈夫です、はい、あのこれでした、これはね時事通信ですね、あ、はい、時事ドットコムです。で、林外相は8日の参議院外交防衛委員会でウクライナ侵攻を続けるロシアに停戦を求めるため政府特使を派遣することに否定的な見解を示した。立憲民主の羽田次郎氏が首相在任中にプーチン大統領の個人的な関係を築いたとされる安倍さん、安倍晋三らの派遣を検討を迫ったが、林氏は現時点で特使を派遣する考えはないと語った、まあ、こんないうことはいろいろ書いてあるんですけど、はい、まあ、これも含めて、ロシアのウクライナ侵攻も全て含めていいんで、何か思うことありますか。思うことというか特にない、いや、思うこといっぱいありますけど、うん、なんか博士に聞きたいのは、うん、あのプーチンさんは どうすればベストだったのかなって、だったあ、うん、っていうことは今はベストじゃないってことね。なんか今はほらあのこう憎しみを作っていってるじゃないですか、なんかこう嫌われちゃいますよね、嫌われる方やり方でやっちゃってるじゃないですか、うん、北風と太陽で言ったら北風みたいな感じ、うん、まあ、北風と太陽で言ったら太陽の旅人には嫌われてますけどね。暑いですか、ね、はい、まあいいや、じゃあ置いといて、うん、うん、こういう、こう軍事のこう、うん、すいませんちょっとうまく喋れないんですけど、うん、どうすれば一番平和的に、なんかロシア、ちょっとうまく言えないと、まあ、とにかく今のプーチンの侵攻は最善ではないかもと思ってるってことですね、うん、最善かもと思ったらどうですか。つまり最善、なんか今の西洋諸国、我々だから日本は西洋諸国の一つなんですけれども、はい、ニュースって多分そっちからしか入ってこないじゃないですか、はいはいはい、つまりそのヨーロッパ、例えば
アップルがなんか、iPhone の販売をやめたとか、うん、ディズニーとかいろんなところが配信をやめたとかいろいろあるけど、はいはい、それは全て西洋の情報ですよね、はい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 、ニュースも全部西洋から入ってくるわけですよ、うん、あるいはウクライナ側から入ってくる、はいはいはい、ロシアも戦争反対してる人の意見はいっぱい入ってくるけど、はい、そうじゃない人の意見は入ってこない、あ、なるほど、ので片側の話しか聞いてない、うん、でそのうち結構多くはプロパガンダかもしれない、うん、だってみんながロシアプーチン失敗したとかロシアのプーチンは頭おかしいとか言った方が戦争、うん、そのこちらの思い通りになりやすいんで、あ、西洋諸国に、なるほど、そうじゃなくて、じゃあロシアが実は合理的にあれを進めてたとしたら、うん、と考えると、うん、まあ、これよく言われてるけど、まず、はい、あのウクライナが NATO に入ろうとしたって話がありますよね、はい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 、で NATO に入られると困っちゃうってことですよ、困る、うん、じゃあ NATO に入らないようにする方法ってあります他にっていう、分かんない、だからそこをどう話し合いって話し合いをしてたと思うんですよね、ずっと、うん、でも入る入るってなんかウクライナも何回も入るって言ってるんですよ NATO に、うん、でもうまくいかないたびにこう若者が怒ったりもしてるんですよ、うん、なんか言ったこと実現しねえじゃんみたいな、入るって言ったじゃん、そうそう入るって言ったじゃん、うん、でも全然実行しないじゃん、じゃあ別の大統領になってもらおうみたいな、あ、実行せざるを得ない方向に行ってますよね、行ってたんですよ、なのに入らなきゃいけないような方向になってた、はいはいはい、止めるの軍隊しかないんじゃないっていう、例えば、うん、もうプーチンが聞いてきますよ、じゃあ他に何の方法があるんですかっていう、そっか、分かります、でもここで軍隊バッと迫ると、うん、もう止めるためには NATO に入らないのを条件にしてくださいって言えば、うんうんうん、もう恨まれはするけどとりあえずしばらくは NATO に入らないんじゃないかなっていう、うん、そうですね、うん、そっか、うん、だから分かんないですよね、分かんない、本当のところ、うん、かだからそうプーチンの選択が最善かもしれない、うん、まあ、それ10年後とかに分かってくるんでしょうね、ああそっか、で結局例えばプーチンが入らずにこれまあたらればなんで起きなかったんだけど、うん、プーチンが平和的な解決でをして、はい、ウクライナじゃあ入らないでくださいみたいなことを、まあ、しばらく叶ったとしても、はい、絶対そのウクライナは NATO に入りたがって仕方がないし、うん、若者たちもそういう方向でずっと動いてるんで、うんうん、入っちゃうんですよいずれ、うんうんうん、その時にロシアがどんどん小さくなっていき、うん、軍事的な脅威が近くにあって、はい、アメリカそのウクライナ NATO って北大西洋条約機構なんで、はいはい、要はだから対ロシアのための 軍事同盟じゃないですか、はい、そうですね、うん、なんかすぐ隣までどんどんこう基地とか置けちゃうわけですよ、うん、NATO だとしたらウクライナロシアの隣に、ね、そうですよね、それでその後で、その10年後のロシアとかにほら見たことがあってあそこ止めとかなきゃダメだったじゃんって言うかもしれないよね、いや、うーん、そのロシア側では言えば、うん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 、なんかあるじゃん、そのソ連が崩壊したけど、うん、崩壊した瞬間もいろんな国がどんどんヨーロッパに取られちゃうっていう、西側諸国、あれ崩壊してなかったらどうなのっていうふうに言ってる人がいるかもね今の、うん、でロシアは強いロシアっていうのを維持できたのはプーチンのなんか強い強権な昔のロシアを取り戻すみたいな発想ですよね、うん、だから仕方がなかったのかもね、うん、あるじゃん、その第二次世界大戦とかで太平洋戦争になんで日本が参加したのかとか、はい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 、でもよくよく知れば知るほど、うん、参加せざるを得なかっただろうなと、うん、起こさざるを得ないっていうか、うんうん、それが限定合理性ってやつですよね、なるほど、つまりそのみんな合理的に考えてやっているっていう、うん、そっか、うん、まあ、それが他ありますか、うん、他はいや、うん、特に、今後どうなると思います博士、まあ、一番無難なところでいくと、うん、まあ、何らかの約束をするんでしょうね、ロシアがやっぱ北大西洋条約機構に入らないでくれと、うんうんうん、まあ、できればそうね、ロシアに親ロシア派の人たちに、ウクライナを仕切ってほしいとか言うかもしれないけどそれは無理かもしれなくて、うんうん、それを西洋諸国がそうなるだろうとか予想されちゃうと、うん、やっぱ動きにくくなりますよね、うん、だからそういうなんか情報戦みたいなことしてるんですけど、うん、
まあ、少なくとも譲れるところまで譲ったとしても、うん、ウクライナ NATO に入らないでくれまではどうしても約束させたいと思うんですよね、うんうんうん、そうなって、まあ、プーチンがしばらく引くと、うん、ただウクライナのある地方までは軍隊がいたりとか、うん、こことこことここはまあロシアが、管理しますみたいなところで落ち着き、うん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 、また10年ぐらい経ったらなんかまたくすぶりがまたなんか起きたりとかするんでしょうね、うん、その時プーチンがどこまで力があるのかって話もあるけど、いくつでしたっけ今、僕の20歳ぐらい上だから70歳ぐらい、まあ、そんなにいってるんですね。そうですよね、だって20プーチン年齢まあプーチンにかかってますよねロシアって。69歳、はい、10年後80歳。そうね。でそのアメリカがアメリカが力がだんだんなくなってきて経済力もなくなり、はいはい、まあ、西洋諸国みんな戦争嫌いなんで、うんうんうん、あの戦争しようとしてもアメリカになんとかこうウクライナを守ってくれって言われてもしないと思うんですよね。うーん、だってなんだろう、しても人がいっぱい死ぬだけだし、うんうん、アメリカにもっと得しないじゃんっていう、うんうんうん、そう考えると、まああとロシアがこれでうまくいっちゃったらやりたい放題かなっていう感じもしますよね。その、うんうんうん、まあよく言われてるのは中国がさらにこれで台湾を攻めるって話もありますもんね、うん、台湾を取りに来るんじゃないかとかね、うんうん、あとアメリカだんだん経済力も失ってくると思うんで、うんうん、中国がだんだん力をつけてくると思うので、わかんないけど中国も革命が起きるかもしれないんでわかんないんだけど、そうしたら別に何だろう、中国とロシアはそれなりに仲良くなり、うんうんうん、そんなにそのヨーロッパとかに依存しない経済圏を作ることもできるかもね。うーん、わかんないですよ。だからすごい動的ですよね、動き続けてる情勢が。でちょっとでもこう弱点があったらパッと入ってきそうですよね。うんうんうん、例えば弱点ってどんな？まあ今で言えば、はい、アフガニスタンからアメリカが撤退し、はい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 、であとその何、大統領の支持率が下がり、はいはい、国内問題で大変だみたいな、アメリカがね。はい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 、そしたらチャンスが来るし、うん、中国とアメリカがめちゃくちゃ仲悪くなりさらに、はい、とかなったらチャンス来ますし。なんかいろいろあるじゃん。ヨーロッパもなんだろうな、まあ今で言うとドイツとかが、エネルギー的にロシアに依存してる部分があったりするじゃないですか。ああいうの全部弱みですよね。うん、そう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 、ね、あるいはその中東がアメリカと仲悪くなったりしたら全てこう隙ができますよね。うん、隙ができたらバッて攻めたくなっちゃいますね。すごい戦略ですね。そうそう、だからそういうゲームですよね。なので常に緊張してるっていうか。そうですね、うん、自然エネルギーとかどうなっちゃうのかな。自然エネルギーも僕はそのなんだろうな、ヨーロッパの一部の国々がお金儲けしたいがために加速しているなんていうかずるいやり方みたいなのも感じるんで、うん、なんだろう、要は脱石油とかやると石油を作ってる国以外にビジネスチャンスが生まれるじゃないですか、うんうんうん、それが環境にいいとか言い始めると、はい、みんなある程度先進国ってもう贅沢に興味がなくなってて、もう大体できてるんで、はい、大体したいことはできてるんですよみんな、うんうんうん、我々も。そうですね、そうすると何にお金使うかというといいことだったりしますね。あ、環境にいいこととか、でそこはビジネスチャンスですよね、お金儲けのチャンスですよね。だから SDGs が盛り上がれば儲かる国がいっぱいあるってことですよね、うん、なんかガソリンを使わない車を世界的にこう押していけば、うん、はい、あのガソリンを使わない車を作ってる会社が儲かって、はい、それがヨーロッパにとかアメリカにいっぱい会社があればそこが国が潤うわけですよね、うん、そしたら そこにどんどんお金が流れていくじゃないですか、うん、そういう流れを作ってる気がするんですよね、うん、そういう意味で環境問題もなんだろうな、まあ、環境問題は大事と、まあ、結構私利私欲で動いてる面もあるんだろうなっていうか、うん、国が設ける富むためのなんか施策とか、うん、でヨーロッパ全体とかアメリカとかがその方向に乗っかっちゃうと、うんうん、遅れちゃ買い取ってくれなくなっちゃうんで市場が。で日本も乗っからないわけにいかないってなってくるじゃん、はいはいはい、そうすると乗っかっとかないとビジネスの潮流に乗れないじゃん、うんうん、みんながその何
ガソリンの使う車を買いませんみたいなことになった時に、いや日本は作ったとしても買ってくれなくなっちゃうので、早めに乗らなきゃいけないみたいな、なんかあるじゃん、そういうそういう面倒くさいことがいっぱいあるんですですよね。いやみんな怪しいよね。純粋にそのいろんなことを受け入れてるのって庶民だけじゃないっていう、その本当にこれ環境にいいんだじゃあやろうって言ってる庶民がいっぱいいたとしたら、それあなたたちが市場ですよっていうか、そのそうですね、あ、すいません、なんか話で、それはともかくこれを恋愛できるとですね、はい、お願いします。あの日本も、はい、アメリカもヨーロッパも、まあ、選挙で選ばれてる人がほとんどですね、はい、あのトップは、うん、でその何かを決めようとしても、あの本人の意思だけでは決められないわけですよ、うんうん、今回の派遣とかも、何かを派遣するって話も、まあ次のなんか選挙で変に負けたくないし、アメリカからのなんかプレッシャーもあるでしょうし、うんうん、あるいはその憲法第9条とかいろんなこともあるわけですよ。で一方でロシアとか中国とか北朝鮮は、なんか別に国民が決めた大統領じゃないことが多い、あるいは、まあ、ロシアも実はね怪しいもんじゃないですか、最初は分かんないけど、そうなるともう一人とか、まあ、すごく少ないメンバーでいろんなことが決められますよね、うんはい、っていうことは僕思うのが、恋愛、これ恋愛できるなんで、はい、お願いします。恋愛できるとパパって決められる人とすごくゆっくり決める人がいるじゃん、はい、パパって決められる人は、まあ、自分の感情で決めてたりしますよね、うんうん、もうこれもう、もういいと、うん、この人と別れようとか、やっぱり連絡したいとか、うんうんうん、パパって動く人って多分その動かしてる因子が少ないんでしょうね。例えば自分の感情だけとかね、うんうん、好き嫌いとかね、うんうんはい、で動かない人は、まあ、一つは法則とかあるんでしょうね。うーんでその、まあ、ヨーロッパたちが動かないとか西洋諸国が動かないのは憲法とか法律があるからですよね、うんうん、でもロシア中国北朝鮮なんて自分たちが作ってるんで都合いいように法律を、うん、自分たちが動きやすいように、うんうん、だから何だろう、3日連絡はしてはいけないとかいうルールがあったとしても、うんただし、あのなんだっけ、緊急時は除くみたいなの作っちゃいますもんね。だからそういう意味では、なんていうかな、僕の中では、うんうん、あの法則を作った方がいいかなと思っていて、その法則は何かというと、恋愛でいうと指南書がある、あることで、うん、あなたが感情的にパパって動かずに済みますよっていうのがあると。うん、一方で、あのまあ、不倫とかも何でもそうなんですけど、奥さんがいたりとか、すると彼は恋愛感情で動けなくなりますね、まあ、彼が既婚者だとして、うん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 、だから関わる人が多いと彼の決定も遅れるし、関わるものがあるいは、まあ、友達共通の友人とか会社の同僚とかになると動きにくくなりますね、うんうんうん、関わる人が少ないとパパッと動かせますね、うんうん、というようなことで、あの関わる人が少ないことと、あと法律法則というものが人を動けなくさせていると、うん、で僕の中では両方とも持ってた方がいいなと、動きは早い方がいいけれども、うん、それは感情に従ってない方がいいと思ってて、なるほど、つまりその法律はあるけれども、うん、あのなんていうか関わる人間を減らすっていうのが僕のおすすめで、うん、まあそのロシアとヨーロッパやアメリカのいいとこ取りでいきましょうよっていう恋愛、はい、はという、あなるほど、分かりました、質問コーナー。このコーナーは主に恋愛結婚で浮かんだ疑問や分からないことを送っていただき、僕グッドより答えるというものです。クトさん、博士、再度コメントに答えてください。ありがとうございます。仕事について私はなぜか仕事がいつも大変なチームに振り分けられていて、たくさん仕事を与えられたり、上司も巡らまれていませんと。上司も、ああ、そうか。で、仕事を、他の仕事を探しているのですが、他の仕事も探しているのですが、なかなか目に留まる仕事もなく、他の部署に移動を希望してもうまくいかず、移動もできません。他のチームの人たちがおしゃべりしながら余裕がありそうな仕事をしていたり、希望の部署に移動できたりしているのを見ると理不尽な気持ちになり、涙が出てきます。日々必死で仕事を頑張ってこなしていますが、なんだかいろいろうまくいかないなという感じです。かといって他にこんな仕事がしたいというのもないですし、この数年間煮詰まってしまって仕事が辛いという思いばかりになっています。しまっています。このような環境をうまく打破できる方法ありますか？どうですかこれ。なんか八方塞がりな感じがしますね、
打開はありますか。打開してみても来ました。これまで行き詰まったのも打開しました。あ、はい、あの私はなんかもうここまで行き詰まったことがないので、うん、常にこの仕事がしたいっていうのが常にあるにタイプだったから、うん、じゃあもうその仕事をなんとかできる方向に自分を持っていこうっていうふうにやってた。この人も持ってことしてるじゃないですか。移動を願いを出すとか、ああ他の部署に希望してもうまく移動はできませんみたいな。でもなんかこう最後の方に他にこんな仕事がしたいとかいうのもないですしって書いてある。なるほどね、うん、それがあるので迷うことなくあかりさんは、うん、行き詰まることなく行けたと。うん、それはあるかもね、うん、だから、うん、そうね。だから工藤さんも仕事辞めちゃえばいいんですよね。どうやって食っていけばいいの。どうやっても本当は食っていけますよね、まあ、この人が工藤さんが65とかだったら大変かもしれないけど、まず思うのが、まあいろいろ考え方はこれできますね、この質問に対して。はい、たくさん仕事振り分けられたら上司に恵まれませんと。そもそも上司に恵まれてる人は少ないんじゃないと思いますけどね。はい、あと移動したら、プトさんが移動したら、その移動先で前の上司がまともだったと思うこともあるでしょうね。はい、で目に留まる仕事もなく、他の部署に移動を希望してもうまく移動もできません、はい、この他のチーム、まあね僕思うのが、やりたいことがなくても今の場所から逃げるというのも全然いいと思うんですよね。構わないというか、全然構わないと。逃げるのもよくあるじゃん、その結婚する女性が仕事が行き詰まったから逃げて結婚したんですねっていうことが言われたとしても、いやそれでいいじゃんと思うんだよね。逃げるのもありだと思っていて、だからその工藤さんはもっと真剣に探す、まあ探してるのかな、うん、探せばあると思うんだけどね。他にこんな仕事がしたいというのもない。でも今の仕事が嫌なんだから、今の仕事の嫌なところをいっぱい上げてみたらいいと思うんですけどね。それがないところがしたい仕事ですよね。うん、あと関係ないけど、この数年間煮詰まってってあるけど、煮詰まってって本当はいい意味なんですよね。って知ってました？そうなんですか。なんか煮詰まるっていうのは、アイデアが煮詰まったっていうのは、アイデアがもう完璧になってきたっていうか、美味しい感じになってきたみたいなことなんですよ。だから本当この煮詰まって多分行き詰まってってことですね。うんうん、仕事が辛いって思いばかりになってます。この仕事が辛いって思いが強くなるとついには辞めますね。うんうん、それがいい時です。うんうん、なんだろうな、僕はもともと研究者だったんですけど、研究職って何年かで辞めなきゃいけないんですよ。まあ、ごく一部の、優秀オブ優秀な人たち以外のね。でもその辞めなきゃいけない、2年とか5年とかで辞めなきゃいけない時に、もう絶対辞めなきゃいけないんで、工藤さんみたいなことを考えてても辞めなきゃいけないんで辞めるんですよ。そしたら次の仕事に移れるというか、それっていいなと思ってて、無理やり辞めさせられるからこそ新しい仕事ができるっていうのはあるんで、もう何でしょうね、その工藤さんも2022年別の仕事に就くって決めてしまい、もう強引に移っちゃうっていうのはあると思う。そうしてください、はい、強引にも2022年中に転職してください。はい、次、明徳さん。明徳っていうのは多分 YouTube で匿名って書いたけどひっくり返っちゃったんでしょうね。はい、あるじゃん、そのファーストネームが先に来ちゃうっていうね。なんかあれですよね、山田五郎って書いたけど五郎山田になっちゃうみたいな、うん、ってだから明徳さんですね、うん、多分匿名さん。はい、最近博士の動画にハマって楽しく見てるものです。今特典の会話を探しているマフマフ（歌い手マフマフさんね）とウルファルシア VTuber の交際疑惑について取り上げてほしいです。知ってますこれ？知らないです。調べました？ちょっと調べました。どうですか、どんな感じですか？やってもらうのに語れるほどではない。うん、はい、わかりました。マフマフとウルファルシアの交際疑惑について取り上げてほしいです。どちらのファンもガチ恋が多く、ガチ恋っていうのは本気でそのマフマフさんに恋してる、本気でウルハルシアさんに恋してるっていうね、ガチ恋勢ですね、が多く、ファンに夢を見させる売り方をしていたため、弁明しても疑いが晴れず、
今なお炎上が続いています。これが放送される時は収まってるかもしれないけど、本人たち特にマフマフ側は交際を否定しています。しかしだから、ウルファルシアさんも否定してるけども、マフマフさんは特に否定していると。しかし過去に交際匂わせ証拠も多々あり、また昨日ルシア側がこのコメントした前日に、ルシア側がマフマフ宛てと思われるようなツイキャスを配信、号泣しながら全部ひどいスマホを見てくださいというような VTuber であるにもかかわらず配信に市場を持ち込む内容で、さらにどうなのかこの VTuber というのは可愛らしい女の子のなんか二次元アニメかなんかがいて、その中の人が言ってるってことですよね。かなりメンヘラな破壊行動だったが、そのウルハルシアさんは16歳なんですよ、うん、でも中の人は33歳っていうね、うん、はい、かなりメンヘラな破壊行動だと思うんですが、この2人は交際していたと思いますか？だとしたらなぜこんなことになるまで否定したのでしょう。マフマフに至っては紅白出場も叶えたのに、とんだ悲劇です。ルシアは事務所契約解除で VTuber 引退か、まあ、あの事務所契約を解除されたんですよね。ちなみにどちらも年齢は30代です。中の人はね。コトツミは、コトツミって知ってます？コトツミっていうのは女の子の絵を描くので有名な人で、まあ、いろんな、なんだろう、企業とコラボしたりとか個展開いたりとかしてたんですけど、まあ、つい最近トレパクって分かります？トレパクがバレて炎上して、まあ、企業からも解雇された、まあ、契約打ち切られたっていう人が炎上してたけど、コトツミは自分の炎上から話題がそれてたため、この炎上に感謝していたそうです。今後も配信楽しみにしています。これどうですか、うん、思うことありますか？いえいえない。うん、わかりました。なんか、うん、こうな中の人の、はい、中の人のんこのウルハルシアを演じてるってことですよね。中の人声出してるってことですね。あの このキャラクターの設定があって、それを演じてファンを獲得してるってことですよね。そうですね、はい、だとしたらちょっとプロ意識が足りないのかな。その通りですね。思いました。はい、本当にウルハで合ってるな。よし、うん、で、僕思うのが、ファンに夢見させる売り方をしていた、うんうん、だからそのなんか恋愛ビジネスですよね。はい、恋愛のビジネスって絶対恋しちゃダメっていうか、まあ、恋してもいいけどバレちゃダメですもんね、うんうん、で多分そういう契約をしてるはずですよね、うん、あのウルフはルシアの中の人はこういう人だと言っちゃいけないし、まあ、恋愛してたらダメだとか、うん、あとはなんだっけ、機密保持契約みたいな、秘密保持契約、あの、うん、個人情報とかいろんな中のことは一切外には出してはいけませんという契約をしてるはずなので、はい、それを破ったら当然クビになりますよ。まあ、あるいは賠償もあるかもね、うん、だからそれで売れたものは返してくれと言ったら返さなくちゃいけないとしたら、その損害を被らなきゃいけないという契約してるかもね、はい、だから、まあ、さっきおっしゃった通りプロ意識が足りないってことでしょうね。で、交際を否定していますっていうのはそれはそうですよね。だって恋愛ビジネスですから、本当に恋愛してたとしてもしてたって言っちゃダメですよ、はい。なので、この2人は交際していると思いますか？これは分かんない。もちろん全然分かんない。もし、まあ、恋愛したとしたら、なぜこんなことになるまで否定したのでしょう。それは仕事だからですよね。はい、マフマフに至って紅白から飛んだ悲劇です。まあ、ただそうね、だからやっぱりその、例えば、高校の教師が生徒に手を出すとか、いろいろありますよね。恋愛が仕事に勝っちゃうみたいな。うん、恋愛のパワーってすごいんでね、うんはいまあ、そういうことは時々起こりますよ。 はい、それ考えるとやっぱりジャニーズってすごいなと思いますよね。すごいですよね。ちゃんとこういつ結婚していいかも決まってるっていうか、まあ、付き合ってたとしても絶対言わないみたいな、うん、あるじゃん。誰か最近結婚した香取慎吾さんは、はい、なんかプロのアイドルとか言ってたって言って、まあ、交際歴多分長かったと思うけど、ちゃんとこうね、黙ってたというか、いや、すごいですよね。すごいですよね。やっぱその辺がちゃんとできてないっていうことなんでしょうね、この事務所とかが、まあ、できたばっかりだと思うんで、この事務所も、うんうん、あと、コトツミっていうのは、しかもコトツミって、あの女の子のふりをしてたんですけど、うんうん、20代ぐらいの、はい、
中身は男だ、45、6歳ぐらいの男だったってことがバレてしまい、各方面で炎上してたと。でただその自分から話題がそれたためって言うけど、そんな話題をそらせる内容ってもっといっぱいありましたね。あのロシア の、 そのウクライナ侵攻もそれどころじゃないって思わしてるし、あと他にも何っけ、まあ、ある何て言うんだろうな、まあ、ある、まあ、時々炎上してるんですよ他の人も。なので、まあ、後藤澄さんも、まあ、忘れ去られるだろうなと思いますけどね。次、ぬいぬいさん。筑波に勤める以外で、筑波市ね、学園都市筑波市でに勤める以外で、研究者などの理系と付き合う方法はありますか？アプリや趣味のサークルには入らなそうなのですが、イルファの時代でもいつでもいいので、イルファの時でもいつでもいいので、ご回答お願いします。研究者と付き合うには別に筑波学園都市以外の研究所ってあるんですよ、いっぱい。和光市には理化学研究所という理研がありますし、あと三島市っていうところには国立遺伝学研究所がありますし、まあ、日本の各地に研究所ありますので、その近くに行くっていうのは手ですよね。であとアプリをやってないかって言ったら結構やってはいますね。でやってるその研究者たちは自分は研究者ってことを言いたくて仕方がないと思うんで、それが売りなんでね、まあ、研究者って引っかかってくる人に声かければいいかなっていう、私頭がいい人が好きなんですよとか言いながらね、はい。趣味のサークル、あとその前も言ったかもしれないけど、まあ、これだからそうね、研究所に勤めていなくても研究所の中の食堂に入り、その食堂で知り合い作るっていうのができますね。まあ、今は分かんないけど、昔だと僕はその産業技術総合研究所っていうところにいた時には、あの食堂があって、その食堂の掲示板になんか、フットサルサークルやってますみたいな張り紙がしてあり、なんかこう短冊みたいなのこうあって、そこ一個ちぎって連絡するみたいなのあったんで、まあ、そういうのあるだろうなと思うけどね。まあ、あと一人知り合いがいれば、その知り合いからなんとかできませんかと。僕その昔、その昔サッカー部だったんですけど、サッカー部だって、僕その英会話教室にも通ってて、そこに外国人がいっぱいいたんですよ。カナダ人とかアメリカ人とかいたんですよね。でその人たちサッカーすごい好きで、サッカーやりたいって言ったんで、その研究所のサッカー部に連れてったんですよ。だから別にその研究所の人たちだけじゃないんですよ、サッカー部。でそれのなんでマネージャーみたいな人は研究所じゃない人もいたんですよ。研究所所属じゃない人もね。そうなんですね。なので、まあ、近くにあればそういう手があると。で勤めなくてもね、筑波に勤める以外でっていうけど、近くにいれば何らかの手はある。あのアプリはやっているんで、研究者で検索するとかなんか出てくると思いますよ。博士号を持ってますとか、なんか次言います。ゆいえのさん、5番目の思わせぶりな行動とおっしゃったと言いかけてやめられたお話をされていますが、言いかけてやめられたと、結局この5番目の項目はどのような内容になったか気になります。これね、僕ちょっと探したんですけど分かんなくて、もう一回これの前に話した話か、この YouTube の何分で話してるかを教えてほしいです。そしたらそれを聞いて答えます。はい、したってさらに何週間後か後になっちゃいますけどね。はい、以上ですけど、何かありますか？とりあえずここまでは。ここまでで、ここまでではいや、特にはない。はい。じゃあプチスピとかありますか？プチスピって知ってますか？あ、はいはいはい。プチスピっていうのは、スピリチュアルなことが、このコーナーは自分の身の回りに起きたちょっとスピリチュアルの体験みたいなのを送ってもらってます。はい、プチスピってありました？あ、お？近況で喋ったこと。それプチスピだっけ？コッコがいた。それプチスピ？じゃないか。偶然。いや、そうね、コッコが好きで、コッコの曲を聴いてたら、だったらプチスピかもしれないけど。あ、でも聞いてました。聞いてた？その時は聞いてないけど、その時ふわーって聞いてて。あ、そう。うん、で、そう、まさか SNS なんて絶対コッコはしないだろうなって当時は思ってたから、
そのコッコがツイッターで喋っててフォローして、ただその数週間後にそういうことがあって、あツイッ、ね、それでツイッターで知ったから、うん、コッコのツイッターで知ったから連絡するじゃないですか。私も言ったんですよ。いや相互フォローじゃないと。あ、そうか。あ、ダメか。あ、いや、わかんない。あ、そっかそっか、リツイートとかでわかりますもんね。友達になってください。いやそこに連れてるんですよ。いやーな、意外にいけるかもしれないけど、そうやって。あ、そうですね。あ、そう、そういうのありますね。ありますね、うん、もう今のこの時代は、うん、この時代そうですよ。バンバン繋がりますからね、はい、じゃあお願いします。あ、はい、わ、はい、かります。ここと繋がると、ここ僕はね、ですね、プチスピは、はい、まあ、カツ丼を食べてたんですよ。はい。そしたら食べてた時に、僕ウエストランドってお笑い芸人が好きで、うんうん、それがYouTube 配信で、うん、一生一つのものしか食べられないとしたら何がいいっていうよくある質問あるじゃないですか、はい、それでカツ丼をあげてて、おおと思いましたね。食べてる時に、食べてる時に、あ、すごい。へえ。で、なんでカツ丼かっていうと、はい、まあ、カツ抜けばあの卵丼じゃん、はいはい、で、その卵抜けばカツだし、種類がいっぱいあるみたいなこと言ってました、ね、お米だけ食べたかったら、そうそう、下のお米食べればいい、うん、博士だったら何がいいですか、一緒に。もうこれ1個しか食えないよ。これはね、よく言われてる正解があって、はい、それはカレーなんですよね。カレーっていろんな種類があるじゃないですか、はい、スープカレーとか、はいはい、だからもうありとあらゆるカレーがあれば結構飽きないっていう話があって、そしたらウエストランド その井口が、はい、井口っていう人が、はい、いや、カレーはずるいと、うん、カレーはもう同じルーにしてくれみたいなことを急に新しいルーにしてじゃあカレーじゃないよねみたいなことになったんですけど、寿司もずるいって言ってたの、ね、ネタが、ね、ずるいとか言われちゃうとあれだけど、なんだろうね、そんなこと言ったら和食っていうのは、和食だね、そうですね、魚料理とかね、うん、スープとかね、うん、カツ丼ではないな、でもちょっときついよね、カツ丼、一生カツ丼って、うん、やだ、やっぱ栄養バランス考えちゃうね。そうですね、あの一生食べられるとしたらね、和食じゃないですか、ね、うん、食べ放題とかダメだもんね。もう何でもありますからね。食べ放題、しゃぶしゃぶ食べ放題とかもダメだもん、ね、うん、甘いもの食べたくなったらどうします。いや、だってしゃぶしゃぶ食べ放題って甘いものもありますから、ね、あ、そっか、デザート絶対ダメって言われますこれ言われたらもうないなぁ。ラーメン、ラーメン、ラーメンもいろんな種類ありますよね。ああ、飽きるかな、やっぱり。いや、だから甘いもの食べたくなったらどうするんですか。お野菜とか、たまにはお野菜。いや、野菜はありますよ。あ、そっかそっかそっか、タンメン、タンメン、あ、こう、はい、あ、甘いものね、甘いもの考え始めたらもう難しいよね。だからラーメンばっかり食べてたら急に甘いもの食べたくなって、じゃあ何一緒に一つしか食べられないとしたら、いやー、もうそれ言われちゃうと、じゃあ和食和食はね、ずるいよ。和食はもうだってそんなずるいですよ、ね、1個ですもんね、料理名ですよ、ね、なんかお団子とかもありますからね、和食って言ったらそんなこと言ったら洋食で僕はデザートあります。はい、じゃあ、はいはい、それね、はい、じゃあ次、それはまあ、さっき言ったそのプチスピですけれども、うんうん、その次行きましょうか。はい、これは置いといて、思っちゃったんだから仕方がない。このコーナーは日頃思っちゃったことを送っていただいてます。はい、まあ、誰からも送られてきませんけどね爆笑問題カーボーイというラジオでやってたコーナーからパクってきました。何かありますか。いや、私は特にない。あ、わかりました。あ、じゃあ、あります。あ、大丈夫です。大丈夫、ね、うん、博士、なんか僕、まあ、思っちゃったことが結構あって、はい、一つは今日ネットフリックス見てたら、はいはい、アンテロープっていう町ができたんですよね、はい、アンテロープっていう町ができて、はい、アンテロープっていうところで、うん、当時の新興宗教みたいなのがなんか実際にあった話なんですけれども、はい、まあ、大変なことが起きるみたいな、そこしか知らないんだけど、はい、まあ、実はドキュメンタリーだから見てたんですけど、はいはい、アンテロープって聞いたことあるなと思ってて、はい、聞いたことないですよね。聞いたことない。アンテロープって聞いた瞬間になんか鹿が思い浮かんだんですよね。鹿、はい、なんか鹿でアンテロープって気がするけどって検索したら、はい、アンテロープで鹿が出てきたんですよね。鹿っていうか、鹿っぽい生き物。へ、なんでアンテロープって僕鹿って思いついたんだろうが思い出せなくて、はい、
っていうことがありました。なんで僕はアンテロープ、 そこでは町ってできたんだけど、はい、アンテロープ僕はなぜか鹿っぽく思い浮かんで、しかも本当に鹿っぽかったっていう、へっていうことを思っちゃったっていうね。あ、はい、アンテロープっていう鹿だったんですか。アンテロープっていう鹿のような動物があります。へ、はい、それすごいかっこいいんですけど、なんで知ってるんだろうっていう。何かで読んだとかじゃないですか。何かで読んだんだけど そこまでたどり着けないんですよね。何かで読んだのかどっかで体験したのか、あうん、まあ、思ったことを言えばいいんで思ったことを言うんですけ ど、うん、どあと僕がこの建物で働いてるじゃないですか、うんうん、で働いてる隣の会社がなんか外国人がいっぱいいる会社なんですよ。ヨーロッパ人がアメリカ人とか、うんうんうん、西洋人がね、はいはいはい、なんかなんだろうな、人材ヘッドハンティングの会社みたいな、はい、で僕はその歩きスマホをたまにするんで、はい、あの何回も見たブレイキングバットっていう、知ってます？ブレイキングバットっていう超有名な海外ドラマがあるんですけど、はい、聞いたことあります、はい、見ました。なんかおすすめされて、ああそう、ね、ネットフリ、そうそう、ネットフリックスでも何でもありそうな気がするけど、はいはいはい、で見てたんですよ、はい、エレベーターで、はい、そしたらそのまあ、185ぐらいある白人が、はい、ブレイキングバッドって言ってきて、あーと思って、それ超おすすめだよってめちゃくちゃ言われて、僕はもう2回目なんですよ、ね、ブレイキングバッド見てて、見るのがないともう1回見てるんだけど、まあ、超おすすめって言われて僕は2回目だっていうのもあれなんで、あ、そうなんですかって言ったら、もうすごい喜んで話しかけてきたと、うんうんうん、で、ある時また僕はブレイキングバットを見ながらその歩いてたら、その人がすごい近づいてきて、うんうん、ブレイキングバットだったらまだおすすめいっぱいあるよと、うんうん、分かりました、何でしょうって聞いたら、あのベターコールソウルだと、あ、それも2回以上僕見てるんですけど、はいはいはい、あ、そうなんだみたいなことをして、なんかそのブレイキングバットですごく交流がその白人男性と深まったっていう、はいはいはい、うん、それがありました、はい、以上ですかね、はい、めっちゃ面白いよねこれみたいなこと日本語で言ってきました。日本語なんですね、はい、ああ、なんか彼の中で博士のあだ名がブレイキングパッドになってる。そんなことはないと思います、はい、すいません。 あそうだこれプチスビが1個あって、あ、お願いします。朝5時に、はい、僕の部屋は大きな窓があって、はい、そこから星が見えるんですよね、うん、朝5時パッて目が覚めたら、はい、めちゃくちゃ明るい星があったんですよ、はい、金星ですよね、はい、明けの明星って知ってます、はい、見たことあります。あれ、酔いの明星じゃないの。酔いの明星、明けの明星も両方あります。で、金星、両方とも、はい、太陽の近くにあるんで、水金地火だから金星の次地球なんで、太陽寄りじゃないですか。だ常に太陽の近くにあるんで、うん、多分明けと余韻に見えるんでしょうね、うん、まあ、それはさておき、うん、めちゃくちゃ明るいなと思ってたら、その時に、起きて、僕はその時々っていうか、まあ、ほぼ毎日見ている風の旅人さん その10年後の自分に送るっていう、ほぼ10人か5人最大10人しか見ていない YouTube を見たら、もう明けの明星すごいって言ってたんですよ。おー、レーザービームみたいだとか言ってたんですよ。はい、そこまでじゃないけど、めちゃくちゃ明るくてプチスピだと思いましたけど、どうですかね。シンクロしたんですね。シンクロしたんですね、うん、これかっていうか、はい、他は、はい、あ、そうね、あとはね、自衛隊芸人のやす子って知ってます？え、知らないです。え、自衛隊芸人、自衛隊を、はい、2年ぐらいやっていた、うん、だから自衛隊以外には何にもなれないって言って止められた芸人、女性芸人がいるんですけど、はいはい、そのやす子っていう女性芸人の声がめちゃくちゃ可愛いっていう、へー、声がね、高いんですか？はいみたいな、はい、ちょっとここで流してみますか、はい、アニメ声、アニメ声かもね、あ、声優になればいいのにね、声優に声だけで言えばね、うん、でもそれ文章を読んだりとかアフレコが得意かどうかって話はありますね。あ、演技ができるか、そうそうそう、うん、自衛隊芸人やす子、声が癒されますね。へえ。ネタか。
これネタは面白いかもしれないけど、普通に喋ってる方がいいんだよ。お願いします。怪物だ。私は怪物と手榴弾が大好きです。怪物というのは という感じ。かわいい、かわいいです、はい、声が。それだけです、思っちゃったことは仕方ないので、はい、あとどのコンテンツも思っちゃったことで言うと、うん、どんなコンテンツでも見続けたりするとなんか飽きませんか。飽きる。あと不安になったりしません。どういう不安ですか。なんだろう、聞き続けると思う感じる不安があるんですよ。例えば爆笑問題は好き、まあ、YouTube だとずっと同じの聞き続けられるじゃん、その人のやつを、うんうん、例えば僕が好きなそのさっき言ったウエストランドっていう人は面白いんですよね、はいはいはい、井口っていう人のおしゃべりが、うんうん、面白いけど聞き続けるとなんだろうな、あの不安感っていうか飽きプラス不安感が生まれるんですよ、誰聞いても。へー。なんだろう、同じ考えだけがずっと刷り込まれていく不安なのかな。へ。例えばそれ東京ポッド許可局っていう、うんうん、サンキュー達夫と、うんうんうん、プチ鹿島と、うんうん、もう一人の人が、うんうん、マキタスポーツがやってるラジオ知ってます、うんうんうん、知ってます。聞いたことありますか。昔聞いてました、ね、はい、それもまあまあ面白いんだけどずっと聞いてると、うん、その考えだけがずっと、まあ、結局同じこと言ってるんですよ、うん、これもそうだけど、うんうんうん、そうするとさすがにこう不安になってくる。それは何であってもっていうのを思っちゃいましたね、うん。ネットフリックスもある特定の監督だけ見続けているとやっぱ不安になってくるんですよね。うーん、そうないですか。あります、あります、はい、ありますか。なんかなるな、一時期博士の、はい、この動画ゆるふわ、ゆるふわと博士の話ばっかり聞いてて、ああ、なんかもう嫌になってきましたね。もう嫌にはならないけど、ああ、なんかもうそれがもう全部みたいになっちゃって、はいはいはい、なんかもう分かる、それなんか博士教の信者みたいになっちゃって。信者になったら気持ちよ悪くはないでしょうね。なんかこうなんだろう、うわーってこうもういいよということにならない、なっちゃうんです僕は。あ、それ何に聞いてても、うん、とりあえずしばらく聞きたくないっていう。ああ、もうお腹いっぱいになったんじゃないですか。お腹いっぱいなのかな、不安なんだろうな、なんか怖いっていうか、なんだろう、もう拒絶、それもお腹いっぱいっていうのかな。もうパンパンに、なんか大好きなケーキでもパンパンに詰め込まれたらちょっとおえって、おえって、おえに近いですよ、確かに。そう思っちゃいましたね。うん、あと他の思ったこと言いますよ。はい。バンドとかで、バンドね、バンド、その曲をみんなで奏でるバンドの中に、はい、サキスホーン、サックスが入ってたりするじゃん、はい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 、それを 見た瞬間いつも思うのが、はい、この人たちってもうどんな曲作ってもサックス入れなきゃいけないから大変だなと思っちゃうんですよね。そうないですか。なんかこうキーボードだといろんな音出せるわけですよ、はいはいはい、ギターもまあまあ、はい、いろんな音が出せますよね、うん、サックスとかトランペットとかトロンボーンでも何でもいいんだけど、はい、ピッコロでも何でもいいんだけど、うん、それ一個入ってると、はい、バイオリンでもいいや、はい、全部それ入れなきゃいけないじゃん曲に。そ、メンバーがもう、メンバーがその人はサックスしか弾けないんですか。まあそういうバンドね、それができたらまた違いますよね、確かに。それを感じちゃうね。だからそのバンドをパッて見てテレビとかでもなんかどっか行った時でも、うん、誰かがバンドやっててサックス吹いてたら、はい、ああこれいつもサックス入れなきゃいけなくて苦しんでそうだなって勝手に思っちゃいます。へえ。それないですか。その人ありきのバンドじゃなくて、その人ありきのバンドだとしてもそうですよね。ああそっか、うん、うん、だって曲の自由度がなくなっちゃうじゃん。あ、よくお笑いとかでもラーメンズっているじゃん、はいはいはい、ラーメンズも、まあ、解散したんですよね最近ね。あ、そうなんだ。しばらくやってなくてそれで解散したんですけど。あ、そうなんだ。絶対片桐仁を入れなきゃいけないじゃん。うん、片桐仁って特殊じゃん、なんか見た目とかいろんなことが。片桐仁縛りだよね。ああ、そうなんだ。うん、あのカモメンタルっていう早稲田出身の、うん、はい、あのお笑い芸人がいるんですけど、はい、ちなみにラーメンズって東京芸大でしたっけ。多摩美術大学です。多摩美なんだ。多摩美術、二人とも多摩美ですよね、うん、まあ、美大出身で、カモメンタルは早稲田出身なんだけど、はい、それもマキオっていう男がいるんです、うん、マキオっていう、マキオユウスケっていうのと宇大
岩崎うだいっていう人が2人で組んでるんだけど、はい、魔球縛りになっちゃうんですよね、うん、あのライブをやると、うん、だから1回解散はしてないけど、うん、劇団にしたんですよね。2人じゃなくて増やしたんです。単独をやめて、そう増やした。でもそれでも今のところ魔球が入っちゃってるんで、はい、多分うだいさんは魔球縛りだなと思ってるんですよね。ネタを考えてるのはうだいさん。あ、そうか。天才的に面白いんですけど、うん、あのカモメンタルのお笑いはね、うん、ただ絶対岩崎いやじゃなくて、牧尾雄介縛りなんですよね。そういうの感じちゃうんですね。縛られちゃうっていうか。それありますね。あと何かあったかな。あと日々見てるコンテンツって何かありますか。毎日ですか。毎日か1週間に1回はとかでも。あるっちゃあるかな、うん、あります。博士の番組とか見てるコンテンツ、あ、見てる聞いてる、見てる聞いてる、あ、NHK のニュースとか、あ、ニュースね、ニュースは、うん、とか、あと、まあ、前もお話ししましたけど中田敦彦、あっちゃんの、あっちゃんね、 YouTube 大学とか、はいはいはい、かな。なんかそのコンテンツを分類してて、はい、僕はね、はい、なんか学ぶコンテンツと、あ、ただ癒されたいコンテンツと、はいはいはい、あとなんだろうな、まあ、笑いたいとかね、うんうんうん、そういうのはどうですか。今のところ勉強ばっかじゃん、コンテンツとして。あ、でもキャメレオン武田さん見て癒されたり、あれ癒されますよね。いや、ポジティブになるので、あれでもよくネタ尽きないですよね。 まあ、結構あなたは元気になる、元気になるみたいな、もう大丈夫とか、そう、もう大丈夫、あなたは一番価値があるまあでもなんかご本人も言ってました、なんか私はこういうことをずっと言い続ければいいんだなって思ってますって言って、うん、確かに、うん、分かってますね、うん、分かってる。それぐらいですか。それは飽きませんか。飽きて離れてまた戻ってくるかな。あ、うん、怖くなったりしない。ずっと見てるとですか。まあ、ずっとキャメロン武田さんだけを見てるわけじゃないんですもんね。うん、そうですね、まあ、でも、うん、不安になって、じゃほぼ知ってるコンテンツ、僕は知ってるコンテンツしか見てないってことですね。あ、そっか。いや、あとお料理の YouTube とか。へ、うん、そうなんだ、それは意外ですね。うん、面白いですよ、癒される癒される、ね、癒されるし勉強にもなるし。わかります、はい、コンテンツ、あと、コンテンツ、あとなんかこれもどっかで話したかもしれないけど、マインドハンターっていう海外ドラマがあって、はい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 、その話しましたっけ。羊たちの沈黙とか、マインドハンター、マインドハンターっていうのは違う、いや違うくもないな、あのデビッド・フィンチャー監督で、はい、その FBI 心理捜査官、そうそう、心理捜査官が生まれた時の話を元に作ったドラマなんですけど、でその時に女性心理学者が出てくるんですよね、うんうん、綺麗な女性が出てくるんですけど、うんうん、大人のね、うんうん、でそれが、まあ、一人暮らしを始めてるんですよね。あのクアンティコっていうところで、うん、FBI の最初 その研究所みたいなとこできたんですけど、はい、まあ、そこに大学を辞めて、大学の先生を辞めてクアンティコで研究者を始めるんですけど、はい、そのカー博士みたいな人がね、うん、でその人が一人暮らし始めてるんですよね、うんうんうん、でその一人暮らしをしてて、まあ、寂しいのをどう表現してるのか、うん、毎日こう地下にそのコインランドリーみたいなのがあるんですよ。その彼女が住んでいる、まあ、ちょっと割といい、住まい、マンション、うん、借りてるんでしょうね、はい、マンションにの地下が、コインランドリーになってて、うん、まあ、そこで誰もいないわけですけど、うん、まあ、服を入れて、うん、まあ、結構薄暗い伝統の中で、服を洗濯していると、うん、まあ、寂しいからなのか、ちょっとこうなんか小さい皿があって、そこに餌、そこになんか猫を食べてきてるっぽいんですよね、うん、なので餌をあげてるんですよ毎日、うん、っていうかその洗濯するたびに、はい、そうすると猫がニャーとか言ってきて食べてるんで、それに癒されてたんですよね、うん、でその後仕事ですごい辛いことがいっぱいあったわけですよ、うん、あの川博士にね、うんうん、でその後で久しぶりに、まあ、猫に餌あげて猫食べたかなと思って見に来たら、うん、ちょっとこう
まあ、表現的にあれだけど、なんか虫がたかってて、ウジ虫みたいな、はい、で、うわーと思って、はい、で、上に上がっていくっていうシーンがあるんですけど、そのシーンって、まあ、他のドラマではあんまりなくて、要はその、まあ、普通言葉で表現するじゃん、いろんな感情とかを。その、ドラマは、まあ、そのカー博士のこう孤独感ってあるんですよ。その彼女は実はレズビアンなんですよ。でもまあその当時はもうレズビアンに対するなんていうか偏見はすごいわけですし、まあ、冗談でも言ってきたりするんですよ。あなたなんて結婚しないんですか、もしかしてレズビアンなんですかみたいなこと言われた時に、それは違いますみたいなこと言わなくちゃいけなかったりして、まあとにかく心を開けないし孤独なんですよね。でそれを孤独を表現するために猫と一回つながらせといて、その子供家に帰ってきたけど下に降りてきた時に猫がニューとか言って食べるところで癒されといて、辛いことがあったとその皿を見たら虫がたかなんか気持ち悪い虫がたかっててうわーってなるっていう時にまたこう強い孤独を感じるっていう演出すごいなと思っちゃいましたね。うーん、ドラマでそういう演出ってすごいなっていうか、うん、思いつかないんじゃないかなっていう普通はと思っちゃいましたね、はい、デビッド・フィンチャー、デビッド・フィンチャー、はい、あ、まあ、そんな感じで今日終わりにしますか。はい、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあさようなら皆さん、はい、ありがとうございます。